こんにちは。始まったかな？やっほー。こんばんは。ビスイベント1日目です。え、まだ入ってない、入ってなかった。ありがとう、お花かわいい、ありがとうございます。山ちゃん、ありがとう。やっほー、始まりました。イベントが、ビスさんのイベントが始まりました。皆さんキラキラ、ミッションクリアできましたか？できたかな？ありがとう。今日は8時だね。8時までに帰っとこう。8時まで、8時半まで、8時半まで、ですね。いやー、8時半、うん、やっほー。ようちゃん、ありがとう。クマタワー、ありがとうね。ありがとう。レナメロちゃんもありがとう。なんか可愛いね、お花出てる、お花のアイテム出てるね、可愛い。ありがとう、みんなお花にま、わあすごいねこれ、なにこれ、ありがとう。元気、ルンルンさん、ありがとう。皆さん今日は何をしてましたか？わ、お花がいっぱい咲いてる、ありがとう。丸くなってさん、ありがとう。今日は何してたの？みんなイベントしてたの？そうです、今日からビスさんのレギュラーモデルのイベントが始まりました。今日から来週の、今日から1週間、来週の18までです。皆さん応援してくださると嬉しいです。イベント応援してます、ありがとうございます。嬉しいね、みんないっぱいお花ありがとう、かわいい。ミッションしてました、ありがとう。1週間毎日配信するので、皆さんおいでおいで楽しみましょう。でもあのリハとかがすっごいかぶっちゃってるので、なんか楽しいことできるかわかんないけど、皆さん一緒に楽しめたらいいなって思います。だから明日の時間とかもね、いろいろ決めてまた発表します。何これ、ハロウィンのやつ、ありがとう。とりあえずギフト投げたので仕事に戻ります。え、こんなまだ時間まで日本語変だった、こんなまだ時間までやってるんだ、ファイトだよ、頑張ってね。ジモッティさんジモッティさん略しすぎた、ありがとう。欲しい、微力だけどイベント可能な限り協力するね、ありがとう。全然
嬉しいです。私は見に来てくれるだけ。トラハロウィンのアイテムが出てるね。レナメロちゃんありがとう。タイムスケジュールはまた後で載せるので待っててね。ナナちゃんと一緒に頑張ろうね。ありがとう。頑張ろうね一緒に。よろしくお願いします。お、仕事終わらせてきた。お疲れ様です。今日はストレート髪の毛。今日もストレート。虫かぶってたからちょっとぺちゃんこになって。よろしくお願いします。なんか楽しい企画というかなんかできたらいいなって考えております。でも多分私の予想はめちゃめちゃいろいろいろんなものを食べそうこの1週間。え、公園の MC で奈々ちゃんの名前上がった。何何のやつだろう。今ここ点が合ってますね。あ、ゆかさんとはんちゃん11歳差。あ、そうなんですよ。私はゆかさんと同い年だからはんちゃんとね11歳も差があります。ようちゃんさんありがとう。そうなんですよ。同期の中でもすごい年齢層がすごくて、ゆいなが 11? だったっけな。11歳だから私が22だから11歳差もあります。同期の中で11歳。ああ危ない。この洋服、こういう洋服最近好きなんですけどめっちゃ引っかかるんですよね、バッグとかに。だからねすぐほつれちゃってちょっと出てくるのいっぱい。そうなんですよ。姉妹だね。確かに。渋井ちゃんとラムネの早飲みありますか。ラムネの早飲みあるかな。ちょっとお願いしてみようかな。前回のイベント参加した時ねしたんですよ朝から渋井ちゃんがね学校に行く前に起こしちゃって、起こしてちょっと早めに起きてもらってラムネを早飲みしたんです一緒に。そうなの。うわなんかすごい4位まで上がった。ありがとう。これあったかいのってくるんですけどめっちゃあったかいよ。超あったかいです。これだけで今日はね外に出てました。ほつれちゃうよね、バッグとかに引っかかってほつれるのよ。お、ふるさとウィッシュの広告ポスター楽しみにしている。ありがとうございます。この前撮影に行ってきまして、掲載されるのは11月からなんですけど行ってきました。ぜひ皆さん福岡に来た時は見てね。ショールームのイベント参加は何回目。2回目です。前回が TGC のランウェイ、本当1年前、ちょうど1年前くらいでしたね。だから2回目。皆さんたくさんありがとう。アイテム福岡はねもうね寒い時期に入ってきましたね。寒いけど私はとっても好きな季節、気温ちょうどいいです。うん、末町のアサイスムージーとベーグル食べに行って、おー嬉しい。そうふるさと一周で行ったんですよ、末町にあるお店に。すごいね美味しかった。え、嬉しい。イチカツってやつだ。ありがとう。
TGC イベントから奈々ちゃん推しになった。え、嬉しい、ありがとうございます。1年ぐらいだね、きっと。ハッシュタグ決めてないね、まだ決めなきゃ。ありがとう。何しようかな、何しますか。何しよう。ビス7ちゃん、また決めてあれにしよう。多数決、投票、皆さんなんか言ってみてください、候補。それを私はあれします、書き出して投票する。ビスさんと私のこのイベントのハッシュタグをぜひ決めて、こう決めたいなって思う。何がいいかな。ビスナナちゃん、かわいい。ナナちゃん、ビス。ビスナナちゃん、かわいいね、それ。ビス。かけるナナちゃんとかもかわいいよね。自分で、一旦自分で。ナナ。英語目でいくのありだな。7ビス、お、いいね、ビス7、これ選べないわ。モガビスも入れてみるね。これ皆さんと一緒に考えるか。ビス7、7ビス7ビス、ビスナナちゃん、今5個出た。なあなあマヨネーズは懐かしい。渋井ちゃんにハッシュタグを決めてもらったんですよね、前。そしたらな、謎のなあなあマヨネーズでしたね。懐かしい。もう使ってる人いないよね。言葉系がいいんかな。前回の TGC の時、イベントの時は何したっけ。あれ、特に決めてなかったっけ。あれ、なかったっけ前回。って言ってたよ。10月4日のタイム、本当1年前だ。10月4日タイムテーブル、7時から7時25分、渋井美奈 VS 最上菜乃華ラムネ一気飲み対決だって。すごいよ。そうだ、いっぱい企画、その同期に企画をいろいろ聞いてやってたな、そういえば。そうだった、やってたね。TGC、 そうでしたわ。懐かしい。1年ぶりだ、このこういうイベントは。1年ぶりですね。よろしくお願いします。そう、しかも朝の7時からラムネを飲むっていう。すっごいハードなことをやってましたね。
ぶいちゃんとね時間が合えばねまたやりたいけど平日だしねっていう感じはあります。今回は本当どうなるのか未知の戦いですよ。あ、そうで今んとここんな感じ。ビス7、ビス7、モガビス、ビス7、7ビス、ビス7じゃ全部英語すぎる。でも私的に気に入ったのは、いやでも全部可愛い、こう英語ってなんかおしゃれでいいですね。ビス7、ビス、ビス7、ビス奈々ちゃんかわいい、ね、投票しよう。投票しますね。1、2、3、5択で7ビス、ビス奈々は一緒でいいか、一緒じゃダメ、7ビス奈々の方にしよう。1、2、3、4、これでいきます。あ、これコメントできないんだったっけ、一回始めたら。これでお願いします。ビスかけナナちゃん、モガビス、ビスナナ、ビスナナちゃん、これで皆さん投票してください。いきますよ、4択で。じゃあ50分までどうぞ。あ、今やってる、ショールームでやっちゃった。50分まで、1から4で1つ選んでください。悩むよね、私も悩む。ちょっとおしゃれめだね今回はなんかこのハッシュタグとかを使っていろんな情報交換とかで使えるので、皆さんぜひこのタグを使っていっぱい使って、あ、これは X にしようかなって思って、ビスかけるだけど英語の X でつなげてかなって思ってます。決まったかな、あと30秒ぐらい。そう、これで皆さん情報を交換していきましょう。私のお気には、でも言わないどこあと10秒。ビス7、モガビス、ビス7、ビス7ちゃん、はい、どのハッシュタグにしますか。これなし、あなた終了です。カンカンカン、お、ん、3、ビス7に決まりました。お疲れ様でした。決まり、ビス7、おしゃれだね、決定です。これは投票結果を見、優勝者は
です。お花咲いてる、ありがとう。よいしょ、じゃん。こちらで行きたいと思うので皆さんどうぞよろしくお願いします。ちょっと待って、ここがぐちゃってなって。ああ、なんで？なんであなたはぐちゃってなるの？ぐちゃってなる運命みたい。仕方ない。ハッシュタグをつけて、いっぱい投稿待ってます。感想とか、いろいろやってほしいこととか、ここに書いてみてください。これをつけて意見をお待ちしております。7、オッケーかな。こちらで行かせていただきます。よろしくお願いします。はい、ひひ、ハッシュタグも決まったことですし、お、拡散してきました。ありがとう、早仕事が早い。私は今コーン茶を飲んでます。今日も今日とってコーン茶、最近ずっとコーン茶です。そう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 、ちょっとスクショして拡散ありがとうございます。い、あのなんだっけ、そう、あの明日からリハが始まるんですけど、だから明日は多分朝にできると思います。朝して、まあ、あとは帰ってきてからとかになっちゃうかな。時間はまだちょっと定かではありませんが、また決めて提出しますのでお待ちください。朝何時だったら見れる？明日は木曜、水、うん？明日金曜、え、早っ、金曜日だ。金曜日はだからみんな朝はどんな感じかな。そう、1日3時間まででございます。朝何時がいいのかな、7時とか8時。ね、朝早くからさやるのね、やってたよね。5時とかやってなかったっけ前回。すごいよね、みんな起きてくれて嬉しいでございます。5時は嘘かやってないか、5時結構朝早くからやってた気がする前回。また今回何時かな。8時半までだね。ハートいっぱいありがとう。ありがとうございます。
5時は多分しないと思うけど今回は。朝と夕方ぐらいにできたらいいなって思います。明日は、はい、夜もねやるよ。5時はニワトリも起きてない。確かに5時はなんかカラスが鳴いてるイメージあるんだよね。5時半とかに起きてるとあのカーカー言ってる気がします。最近はもう秋だから5時はまだ暗いか。夏も暗いか。カラシカラシとか言ってカラシになっちゃう。カラスに乗られたエピソード教えて。もう本当にやばい、本当に最悪だったんだよねあの日はなんか家の下にカラスがめっちゃいて、なんかうわマジ最悪と思いながら、でももう通らないといけなかったから結構顔を伏せてこうやってトコトコトコって早歩きで行ったらカラスがフワーって来て頭をボーンってして逃げていったんですよ。もうねってなって怖かったし、バリ痛い。もう野生のこの足たちだからカラスはもうね痛いの、めっちゃ爪もビッて長くてもう爪切ってあげないといけない。本当にめっちゃ痛かったよ。ふわってみんな気をつけてね、本当に気をつけて。カラス目を合わせなくてもやられますあの人たちには。だから一生カラスとはちょっと仲良くなれない気がします。唯一苦手な方ですね。みんな本当気をつけてね。結構さなんかねこの前結構家族鳥に狙われがちで小学校の時に兄弟が、あれハトだったっけ、ハトかカラスにつつかれたって言ってたやばいよね。そしてこの前お母さんがカラスなんかなんかわやってされたって言ってましたね怒ってたカラスにだからみんな結構カラスにやられがちな最上家なんですね、きっと。みんな気をつけてね、ほんとカラスは危険だよ。あの人たちは容赦ないからね、人間に。気をつけてね。東京とかカラスいる？都会の方はいるのかな。いるか。前世は鳥だったの。確かに前世が鳥でなんか久しぶりって来たのかもね、もしかしたら。わかんないけど次の企画考えよう。次はね、そう私考えてるのはあるんだけど、次が9時からなんですよね。30分空けた9時から。ハトも苦手です。鳥系がちょっと本当に苦手っていうかトラウマでちょっと怖いね。普通に鳥さんはちょっと怖いですね私には。あ、カラスで有名な場所あるくらい東京いるんだ。カラスで有名って何怖すぎない？ちょっと
ねえ、いおりさんのハトめっちゃ可愛かった、いいねしちゃった、可愛くて。でもちょっと怖いね、あの距離にもし来たら本当は。じゃあ鶏肉も嫌いなん、それはちょっと話が別で、鶏肉は好きです、すいません。焼き鳥も好きです、すいません。本当人間ってね、哀れな哀れの意味はあんま分かってないけどね、人間って。だから多分向こうも怖いって思ってるからね、人間のこと。お互い様です。公演で見てファンになりました、嬉しい。何の公演だろう、ガチャドラか、ここあん目撃者、どちらか。熱々もつ鍋を食べる配信、うわ熱々はやけどしちゃうよ当たり前当たり前のこと言った。何にしよっかな、いっぱい。ほんとこのハッシュタグつけてみんな送ってくださいね、これしてほしいみたいな。私もね考えるけど、みんなが見たいのを一緒にやりたいからね。私はあの 絵がすごい得意なんですけど、すごい絵が得意で、まあ、結構有名なとこあるんですけど、あのこの前ね街を歩いてたらなんかあれを見つけたの、なんか描けるやつ、なんだなんだ、こうやってこういう黒いやつ描けるのがあったから、それをちょっと買おうと思って買ってくる明日。黒板っていうかなんかね、なんかあったんだよね、ダイソーに。そうダイソーにあったの、ダイソーかセリア、百均にあったんですよ。黒いこういうのになんかかけるやつ、なんか全然に日本語出てこない、何あれ、黒板の電子バージョンみたいな、デジタル黒板みたいな、そう、それがあったので、それめっちゃあのイラストとか描けるじゃんと思って、まあ一旦考えようと思って考えてみたけど、もういるね、これは完全にいりますので。あそう、ボタン押したら消えるやつ、ブラックボードって言うんだね、デジタルメモパッド。あそう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 、おしゃれに言うとそんな感じ。描いた絵が何かを当てるクイズやったし、いいね、そういうのちょっと得意だよ私お絵描きね、お絵描きやりです。明日ちょっと見てくるね、どんなのがあるか。当てられない自信がある、聞き捨てならないですねそう、質問募集、そうそれをね私は考えました、質問募集ありだなって思ってた。多分インスタで質問募集できるのがあるから、質問とかなんか最近あった出来事とかなんか何でも OK みたいなのやろうかなって思ってる。あとなんだろう、 iPad 持ってるんだけどめっちゃ古くて絵とかはね描けないんだよね、多分描けないタイプ。人生相談、私が答えれるかわかんないけど全然何でもねなんかいろいろ話せたらいいなって思いますね。髪の毛巻いとるのも見たい、ありだね、髪の毛アレンジ、髪の毛アレンジ、名前、そう前回名前書いたりしたんだよね、だからその黒いあのブラックメモなんだっけ、ブラックボード、ブラックボードをゲットしたら名前とかね書ける、名前書き書き配信再びっていう感じで。ポニテにする瞬間を拝みたいにゃんありだね、アレンジ、髪の毛アレンジする日もありだね、カラオケ確かにありだね。あとはちょっとアイス紹介とか、うんうん、ありあり、
ありだと思います。今の顔嫌だった自分で見て。前回は秋のスイーツ紹介っていうのがあったから、今回もやりましょう。秋のおすすめ新作レビュー。食べたいだけじゃなくて、みんなが気になる、やっぱ秋の新作は気になると思うからやろうかなって思います。前回ラーメンとか食べたな。メイクもありだね、メイク配信。あんまり食べ過ぎるとね、ちょっとコンサートが控えておりますので、あんま食べ過ぎたらね。わ、最近ななちゃんめっちゃ食べてるけど、コンサートの日の美中大丈夫ってなるから、あんまりね食べ過ぎにはできないんだけど、でも秋のねいいよね。お母さんと食レポ対決やばい、ゲストにお招きしちゃう、しちゃうの。あ、これさ、知恵菓子配信。そう、私ね、めっちゃありだと思うそれ。あのね、待って、お菓子なんかね、あれ間違えた、読み方。まあまあまあ、あのお菓子ですよね、作るやつ。私がスーパー行った時にきのこの山のあの作るやつがあって、あ、これいぶきさんと作りたいと思って買っていったんですよ。けど未だにロッカーにある、忘れてた。いつもさ、そう、いぶきさんにやりましょうこれ、チーク菓子ですね、間違えました、すいません。そう、いぶきさんにね、来てたやろうって言ってて、やってないんだ半年ぐらい。だからね、ちょっとありですね。ちょっと新しくね買う、さすがに半年前のお腹壊しちゃうりするかもしれない。じゃあ私が気になるやつ買ってくるね。もういっぱいだよ結構。お絵かき、質問コーナー、髪の毛アレンジ、名前書き書き、カラオケ、アイス、秋のおすすめ新作レビュー、メイク配信、知恵菓子。あ、間違えた、チーク菓子。うわ、コストコとか行きたい、めちゃめちゃコストコで買い物配信行きたいよ。半年は嘘かも、持っちゃったかも。半年はあのお話し会のシーズンです。半年かな。百マス計算恐ろしい、やらない。一生言われそうだからやらない、間違えたら。怖いからね、保険をかけておく。七花王確かにありだね。お、めっちゃいいの見つけた。で、七花王いいね、王と目撃者の一曲一曲見どころを、奈々ちゃん好きなところを紹介するし、めっちゃありです、それ。目撃者紹介、目撃者公演紹介、まとめるね、私のメンバーのそれぞれのここ見てってところと、自分の私はここってところとかね、めっちゃ面白そう、めっちゃ面白そうじゃん。したらみんなあの目撃者に詳しくなってもらえるかもね。
いっぱいあれですねいっぱい企画が決まっていって嬉しいですね。一旦じゃあこんな感じでどんどんず送ってくれると、ぜハッシュタグつけて送ってください。明日は何々をしますって決めたいけど、決めよう。タイムテーブル出すときにやるね。みんな気づいた？サイレント。今日の残り2枠はフリートーク、いや何しようかなって思ってる。質問ありだなって。今この何できお絵かきはまだできないから、ボードさんがないので、だから質問とかありだなって思ってるか、髪の毛、まあアレンジはでも質問かな。質問募集にしようかな。じゃあちょっとインスタにもう載せよう。質問、インスタの質問、ツイッターってあるの？ないよねきっと。インスタに配信ストーリーで募集します。皆さん私のインスタチェックしてね。ななちゃんアンダーバー128です。数字の7。では載せさせていただきます。ショールームでお返事、ショールームで答えます。引き出し、9時から何でもいいです。質問でもいいし、なんかこんなことがあってどうしようみたいなでもいいし、待ってね、今画像を作っております。あ、ボッサボサだったね好きでも僕はあと15分で一旦終わるね。髪の毛変えよう。なんかはい、誰が一番でしょうか載せました。罰ゲーム12秒の変顔買いすぎた。あれ分かりました？私何してたか配信で見たんですけど、あんまなんか伝わらなかった気がした。どうだろうか。そう、一重にしてたんだ。でもあんまり分かんなかったね。
重にするとね、すっごい目力アップするんですよ私。それやってた。載せました。これを8時9時から答えていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんたくさん送ってください。お待ちしております。何でも答えます。X にあげていいかわからないからあげてない。あ、一人のやつかな。どうなんだろう、どんな顔してたのかな。いいと思う多分。この配信後に送っても見てくれ、見るよ全然。見ながら答えるから全然9時過ぎて送ってくれてもいいし、何でも見ながら答える。まぶたのやつ。こんなやつでも怖いって思う方いそうだね。じっくり考えておきます。ありがとうございます。ななかってどんなタイミングで空の写真撮るの。見たら撮るかも。X でもインスタストーリーで質問募集中で告知しとく。あ、そうだね、この配信終わったらしとこう。次は9時からですでしとくね。うん、いや1、2、うわハロウィンだ。ありがとう。こうしハロウィンの牙に見せながらネイルを見せてる。なんか今日何食べたの。豆乳ごま鍋をいただきました。上司がスマホ取り上げて質問書きました。どういうこと、上司さんが書いてくれたの。ありがとう、答えるね。なかちゃんのインスタグラムにいいねをしました。ありがとう、嬉しい。あと10分で一旦この一部目は終わります。これはコーン茶飲んでる。次はインスタの質問を答えていきます。皆さんどうぞよろしくお願いします。すっごく綺麗で憧れ、嬉しい、ありがとうございます。とても嬉しい。けんちゃん、けんちゃんダピンさん、ありがとう。欲しい。明日の配信は遅い時間になりそう。あ、うん、すごいほつれる。明日の配信でもまあこのぐらいの時間だと思います、きっと。うん、今日もね結構遅めだから今日より早くできたらいいんですけど、これぐらいかなと思います。はい、よろしくお願いします。よいしょ、次
次髪の毛何にしようかな。久しぶりに巻こうかな。お楽しみに。ご飯食べながら配信しようと思ったんだけど、帰ってきてお腹が空きすぎたので食べちゃいました。食べちゃった。あ、ネイルをした日ってずっと見せたくなっちゃう。次は9時からみんな会いましょうね。この30分の空き時間みんな何するの？ご飯を食べますか？寝ますか？あ、質問送りまくる、ありがとうございます。いっぱい送ってください。秘密です。秘密ですか？それはとっても気になりますね。秘密と言われると気になっちゃう。作業があるので頑張って終わる。ああ、頑張って、みんな頑張ってください。みんな頑張って、また9時に会おうね。お花のアイテム可愛すぎるね。いっぱい咲いてる。ちょっとあと6分。ただいまは4位に上がらせていただいてます。ありがとうございます。皆さん嬉しいです。ありがとうございます。赤ずきんなんだ。あ、だからか、狼がいたんだ。なるほどね。頑張りましょう。パワーパワーそういえばめっちゃ思ったんだけど、去年私は冬にめっちゃみかんを食べまして、手がねオレンジになったんですよ、去年で。なんと今年もお家にみかんがありました。食べて、昨日食べて久しぶりに思い出した、美味しいと思ったのと同時にオレンジになるって思いながら食べました。みんなにめっちゃいじられたからね、去年。今年もその時期がやってくると思います。皆さん、手がオレンジになっても顔がオレンジになってもよろしくお願いします。もう今は、今は多分そんな、まあ普通ぐらい。だからすごいね、あのオレンジ、みかんのあれが、みかんの効果すごすぎる。
ちょっとランキングを先に読もうかな。13位から読み上げたいと思います。13位キャスさん、ありがとうございます。12位あゆさん、ありがとうございます。11位ローリーさん、ありがとうございます。10位808さん、ありがとうございます。八百屋さんだったっけ。9位金子さん、ありがとうございます。8位ななちゃんに会いたいボラさん、ありがとうございます。7位よしよしさん、ありがとうございます。6位山ちゃんさん、ありがとうございます。5位銀一のけんさん、ありがとうございます。4位さしこのジモッティさん、ありがとうございます。3位ようちゃんさん、ありがとうございます。2位ルンルンさん、ありがとうございます。1位レナメロちゃん、ありがとうございます。ありがとう。今日からビスのイベントが始まったんですけど、一枠目ということでお話ばっかりしてたんですけど、また次からいろんな企画を、ね、できたらいいなって思うので、ぜひいろいろなんかこれやってほしいなとかあったら、ぜひこのさっき決まったハッシュタグをつけて送ってください。よろしくお願いします。また9時に会いましょう。あと1分、9時からまたショールームするので、皆さんお時間あれば見に来てください。4位まで上がって嬉しいです。ありがとうございます。皆さんの応援のおかげでここまで来ました。今日から1週間よろしくお願いします。また9時に会おうね。インスタの方に質問をいっぱい送ってください。インスタのストーリーから待ってます。9時から答えるのでいっぱい送ってください。あと少し、今日からよろしくね。1週間それではまた会いましょうね。また9時に。ありがとうね。バイバーイ。また9時に会いましょう。